遠征兵遠征兵帰りましょう。サルミ遠征兵はい、皆さんごきげんよう。近くで林道をやってる二人がいたからモタードで見に来たよ。今譲ってくれたのは KLX250 のカマさんです。前を走るのは CR80 のつくじいさんだよ。なんでオフ車買ったのにモタードで来てんだよ。で、納車が8月になりそうなんだよね。ここは舗装面と枯れ道が混同してるからなんとかモタードで走れるかな。オフ車来るまで林道来ないって決めてたけど我慢できんかった。林道動画は再生伸びないからやらないつもりだったけど、今回はみんな大好きな転倒もあるからそんな言わずに見てってや。久しぶりにモタード林道来たけど、少しずつ滑りに対応できてる気がする。プリロードは閉めたままだけど、フロントの減衰はとりあえず抜いてあるよ。石でタイヤが切れないか心配。つくじいさんと距離が開いてきたよ。後ろの KLX250 のカマさんが見えないぞ。さらばカマさん忘れないよ。つくじいさん完全に消えた。よっしゃ、舗装面来たー。そして終わったー。オフロード始めてからなんか運転変わった気がする。デメリットとしてはオンロードのコーナー侵入でリアブレーキを使う癖がついてしまったよ。メリットはオンで多少滑っても恐怖感が減って代謝が上達した気がする。ついでて曲がってるよ。はいはい、ケツを入れて、ケツに入れて何よ。画面上は分かりにくいんだけど、結構な標高まで登ってきてるよ。バイクで来ると近いですね。もっとあるかなと思うとこどこになるかな。もっと遠いイメージだった。カマさんも到着。冬で来るんですか。いやでも結構やばいっしょ。久々にしたんで。もう下りこれ。日本国開拓的ミリン情報番組。この先はモタードじゃ帰ってこれなくなるから撮影係に徹するよ。転倒待ってます。結構エグいっすよね。さらばカマさん。たまには山歩きもいいもんだな。松茸サンバ。
こっち行った方がいいです。ここエグいっすよ。ここエグいっすよ。こっちの方が。ここ行ってもいいっすけど。もう少しだったのに。爆笑。結構な勾配ですよね。え、結構食いますか。結構タイヤ食いますか。ああ。前この穴にはまってえらいことになりました。あっち。あなたに ありがとうございます。助けないと。心の声漏れてますよ。大丈夫ですか。ちょっと待ってよ。うっせー。うっせー。帰りましょう。ヘルプミー。うっせー。ちょっと待ってください。挟まれてますか。ちょっと待ってくださいね。ハンドル離して。ちょっとね、抜けて。せーの。うっ。あ、うまっ。よっしゃ。マツタカサラダ。授業のうちです。OK。一回 KLX 行ってみていいですか。あ、いいですよ。
匠の CR80 で大きな丸太へ練習。動かしてもいいからね。フラグ立てますか、師匠。負けたままじゃ帰れないよね。強引な終わり方でごめんね。